ぞ。分かっていたのか。は？それがお前の情けか、坂本。七死となったのは拙者でござったな、龍馬殿。見苦しき死に様は武士の名折れ。中岡慎太郎、ここに散る。細工は牛流。聖典の箱と鍵が。まさか。おいおい、冗談だろ。そなたは何者だ。お分かりでしょう、上様。私めの名は田中久志。道を知り、道を知るつもり。ドドドドドドドン。道しるべの親玉ですよ。細工は急流。やっ、さあ、これ、ほら、仕上げはドローじゃ。やった。少し戯れが過ぎましたか。ずっと一時間だぜ。コスプレしたジジイの需要なんて超ニッチなんだよ。聖典の地をもとに作り上げた力の聖典の偉大さをだからこそ、聖典の存在を知るも、さてさて、龍馬を陰と欲すればまず将を意よ。願いましては。上様、逃げてくれ。一撃なり。ほ愉快愉快。立ち筋を曲げますか。待ってたぜ、田中久志。お前が姿を現すの。勝先生。体育は急流。フラフラ、はい、ここが道しる。さあ、お前さんの手で田中久重に引導を渡してやれ。それ、愚法。ちんぷんかんぷん、ちんかん。
細工は流流
懐かしいだろう。俺たちの維新が始まった場所だ。決着をつけるにふさわしい場所だとは思わんかね。なあ、お涼さん。いや、仕方のないことか。お前の、俺はお前に言ったんだぜ、お涼。あの人はお涼が守ります。なかなかに興味深かったよ。お前を観察するのは一つの体に二つの心、まして片方は未来を見通す千里眼を持つと。まだ特進がいくんか。ならばはっきりと教えてやろう。お涼などという女は存在しない。お前が作り出した妄想に過ぎ、もっとも逆にお前が妄想なのかもしれんがな。切ったと思ったか。さすがに俺が見込んだだけはある。強くなったもんだ。だがな、言っただろう、それは多少の剣腕で変えら、画料転生を書く。何も見え、そらよ、やれ、やれ、結末は見えている。くらえ、それしかない。もう一つ、せい、見くびらないで。やれ、遅い、まだまだ。もう一つ、思い知らせてお返しだ。思い知らせて、まだまだ。結末は見えている。不思議そうだな。この国の火事はいかようにも切れる。この国の火はどんな風でもつかん。俺とこの目があればな。お前が広重の後を継ぎでもしたら困るだろう。千里眼は俺一人でいい。じゃあな、七子。腕だと。誰だお前は。釣れないですね、勝海舟。幾度も言葉を交わしたではありませんか。こいつは参ったぜ。俺にも妄想が映ったか。
妄想が浮世にしゃしゃり出て、俺を、この俺を勝海舟と呼ぶか。あなたがどんな明日を見ようとも、私たちの見る明日に勝海舟はおりませぬ。さよならです。どうか幾久しく健やかに。龍馬様、龍馬様、龍馬様、消えたくない、消えたくないよ。思い知らない。結末は見えている。結末は見えている。お返しだ。そらよ。結末は見えている。ここで死ね。我がなすことは我のみぞ知る。思い知らず、まだまだ。もう一つ。はい。さあ、行くよ。こいつは参った。
やるね。土壇場で千里眼は反則だろ。それはわしもか。歴史はお前を坂本龍馬として選んだってことなのかね。なあ龍馬よ、お前はこの先どんな絵を描く。いずれこの国は大きな戦に巻き込まれ、多くの人間がその不幸な未来を変えるために、お前は何を残せる。いや、答える必要はないさ。お前に何か押し付けたいわけじゃない。まして歴史は、未来は、人だがな、変えるだけの力を持ってるくせに、そ知らぬ顔で流れに身を任せるようなやつが、わしは一番気に食わんのだ。またその絵を見てるんですか。この国は何か変わったのかな、それとも何も変わってないのかな。変わっていくんじゃないですかね。どちらにせよ俺らには知りようがないっすよ。そうだね、私たちには未来が見えるわけじゃないもの。その方がいいです。明日何が起こるかわからないから今日を精一杯生きるんす。そういうセリフ長次郎の方が似合いそう。それはごもっとも。今までもこれからも長次郎は一番の立ちけど、長次郎の言葉を借りるのはもうやめっす。自分を隠したり、自分の舵取りを誰かに任せたりはしない。俺は俺の言葉で世の中と向き合っていきます。ダヘッ、いきなり変な声出さなか。ダヘッ、帰ってきてくれたんだね、絵師さん。大団円大団円。見てるこっちがむずがよくなるよ。鎖国の箱、徳川将軍が隠し続けた青天の檻。これで眉唾ならば滑稽よ。核も面用な。より奪った予言の書。見てどうするというのだ。私はさらばだ青天よ。